こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン手数料の確認方法、アマゾンからね、入金額いくらになるのか、その内訳、手数料等を確認する方法です。まず、セラーセントラルトップページの下の部分に、ね、いろんな、項目のリンク出てますんで、そこでペイメンツをクリックします。そうすると、このようにペイメンツダッシュボードというね、グラフのある画面になるんで、ここでトランザクションビューをクリックしてください。そうするとこのようにですね、どの取引で売上がいくら、手数料がいくらだったというのが出てきます。これは、FBA のね、手数料ですよと。で、これ売れてね、手数料が引かれて、Amazon フィーが引かれて、この金額が入金になりますというふうに出てきます。この金額を見てね、あと送料いくらかかったか見れば、その商品が赤字だったか黒字だったか分かりますんで、それをもとにね、納品補充するのか、あるいは撤退するのか決めましょう。この行き方、あるいは見方等ね、また分からないこと、確認したいことあったらご質問ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。